私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。よろしくお願いします。お願いします。大学以来のキャプテンなんですけど、プロに入ってからは初めてのキャプテンということで。そうです、はい。どうですかキャプテン。いや最初に石田健監督から言われた時は、はい、まあ、全然準備してなくて、二度聞き三度聞きぐらい、キャプテンですかみたいなその時マンツーマンだったんですけど、はい、何回聞き直して大丈夫ですか僕でみたいな、うん、大丈夫だとか言って、あ、じゃあ頑張りますっていう感じで引き受けたんですけど。どうですか、はい、実際キャプテンになられてこうしていきたいみたいな。そうですね、まあ、こういう明るいキャラなんで、まあ、チームが明るくなるようにやっぱり負ける時もあると思うんですけど、はい、それでもシュンとせずにしっかりと同じ方向を向いてやっていけたらなっていうのを思うので、まあ、チームの雰囲気を良くしていきたいなっていうのを思いました。めちゃめちゃ雰囲気いいですよね。そうですね、はい、すごい明るいなっていう感じが。それは、はい、僕自身も練習中声出しますし、やっぱ僕が声出すとみんな若手も声出すって感じになるんで、まあ、それでチームも活気あふれるかなと、はい、思います。好調な理由としてはやっぱこうナムキャプテンの明るさが出てる感じなんですね。だといいんですけどね、はい、キャプテンになられて変化とかってあります？ピッチに入る時とか。そうです、あんまり僕はそんな感じないですけど、まあ専門的なことを言うと審判とよくコミュニケーションを取るようになるんですよ。なんか、まあ、チームをまとめたりとかそういうの、はい、それあるんで、その選手とだけじゃなくて審判とコミュニケーションを取ったりするんで、はい、そういった部分ではちょっとなんか全体を見渡さなきゃいけないので、はい、そこはちょっと気を使ってる部分ではあるんですけど。どうなんですか、審判と話し合い中話するじゃないですか、はい、サッカーと関係ない話しますか。サッカーと関係ない話はしないですね。その始まる前とかは、調子いいねとか、うん、そういう話はされますけど、はいはい、中入った時はなんかこの例えばセットプレーする時ちょっと時間長いからちょっと忙してとか、はいはい、そういったなんかラフプレーが多いからちょっと全体を落ち着かせてくれみたいな感じのことは言われたりするんで。仲間キャプテンからする理想のキャプテン像って何かあります？まあ理想か分かんないですけど、やっぱりその負けてる時チームがちょっとダメの方に行った時にしっかり修正できる頼れるキャプテンがやっぱりいいなと思うので、うん、それだったためにやっぱりチームの雰囲気作りっていうのはすごい大事にしますし、はい、全員で協力してやっていけたらなと思います。そんな仲間キャプテンに、はい、最後に一つ教えてください、はい、スポーツの力とは。スポーツの力、そうですね、人々に勇気と感動を与えるものだと思ってます。はい、ありがとうございます。スポーツの力。